こんにちは、お肉です。今回はアイブの新曲ラブダイブの MV が出たので見ていこうと思います。ということでね、私11の時はちょっとリアクションがねできていなかったんで、今回はねリアクションしたいなと思って、今日の6時にちょっとね新曲が上がって、まだね聞けてないんですよ。なので皆さんと一緒に聞いていきたいなっていうのと、結構ねそのコンセプトとかもすごい可愛かったですし、 IVE の楽曲ってすごいね11の時独特だったからこそ、いや今回ねどんなもの聞けるのかなと思って、早速ですがねちょっと聞いていこうと思います。お肉韓国では K-POP ガールズグループについてたくさん動画を出していますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。一応日本語の歌詞載せとこうかな、わかんないから歌詞オンに。いや可愛い、あーい、あーユジンちゃんからスタートなんだ。いや美しい、いや持ってるレイちゃんなんだ。ジえ、なんかさ制服だけどなんかイメージ全然違うんだけど、なんかちょっとかっこいいしクールな感じだよね。あーかわいいな、あるちゃん。こっかサビ、うわこの雰囲気好き。もう一回サビ聞いていいですか。わかります、うわいい、こういうの好き。あーセットすげー、あかわいい、リズちゃん。あ今のとこ大好き、ここ。いいねこの 100cg って感じの好き、このめちゃめちゃさ、あーラブダイブってファンに向けてなんかな、この早く来てみたいなの。え、ファンの心を仕留めるっていうやつ。え、ってかセットの数とかもめっちゃ多いね、衣装とかも。え、かわいい。え、めっちゃ好きだけど、このサビまでの流れとかも。いやこのレイちゃんのパートめっちゃいい、わかります。あのちょっと衣装変、あやふいそちゃんかわいい。レイちゃん良すぎ、めっちゃ食い入っちゃう。なんかもうパッてこの開いたところ最高だった、ここ、ここここここ。いいやユジンちゃん、ダンスブレイクあるんだ。はははってなっちゃった今。このさ最後のこのパーティーみたいなのありますよね、なんかめっちゃ K-POP って感じがしていいわ。あここの人ちゃん好き。好きな感じめっちゃ、皆さんどう思うんだろう。いやー私はめっちゃ好きな感じだわこの雰囲気。なんかアイブらしさがすごいね、なんか結構やっぱレイちゃんとかがちゃんとアイブらしさ作ってくなっていう感じがしたし、今日あのショーケースやってたじゃないですか。であん時にあの制服のね衣装だったかなっていう風に思うんですけど、あの衣装も可愛いんですけど、この MV 見たらセットとかなんか衣装とかもすごい全部可愛かったし、なんかもうね引き込まれすぎ、もうこれぞ K-POP 好きな理由みたいな、わかりますかね。なんかそんな感じがしたな。やっぱりクオリティもめ
ちゃめちゃ高いし、もう本人たちのレベルももうね高すぎて、もう本当ね MV 一つでめちゃめちゃ楽しめるようなそんな楽曲だったんじゃないかなと思うし、私このショーケースについては見れていないのでちょっとね皆さんの方がわかるかなと思うんですが、ダイブっていうのがねファンの名前だと思うんですよ。なのでこのファンを射止めたいっていう感じの気持ちのこのコンセプトなんじゃないかなって勝手に予想したんですけど、これ普通に恋愛の曲なのかな、ちょっとその辺はダイブの方はコメントでね教えていただけたらなと思いますが、めっちゃ食い入っちゃったわ。カムバまで全然開かなかったじゃないですか。むしろこの本当にねこのスパン短くやってくんだなっていう、この期間限定グループでもないのに、うん、本当にめちゃめちゃ忙しくね活動をしてくんだなっていう風に思って、やっぱり第4世代ってめちゃめちゃいろんなグループいて、今ねルセラフィムとかもなんか新しいメンバーとか出て、もうみんな強いんだよね第4世代。やばいなって思うし、なんか昔はね本当に私が好きになった頃はなんかカラハカ少女時代派みたいな、もうほんとそれぐらいで、でちょっと後になんか A ピンク出てきたりとか、まあなんかいろいろあったけど、でもほんとそういうなんかビッグなところは本当にすごいビッグみたいな感じだったけど、今ってなんか全部ビッグなイメージっていうか、そんな感じかなっていうふうに思うので、どこでもなんか抜ける素質あるというか、もう全部いいなっていう、クオリティも本当にすごい高いなと思ったし、今回このアイブのラブダイブめちゃめちゃ好きな感じだわ。もう昨日のねビッグバンから本当にテンション上がって、いや K-POP ってすごいなって改めてね感じたちょっとね最近の毎日でした。ということで、はい、皆さんのこのラブダイブについての感想をねたくさんコメントに書いてください。書いてくださったら私ももちろんこれからまた見ると思いますので、そのポイント注目して見てみようと思いますので、よろしくお願いします。鬼韓国では K-POP ガールズグループについてこれからもねたくさん動画を更新していきますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。